音が出ました。それでは記念すべき2月29日、あ、そうだ、ウルード氏だけに存在するこの日にね、はい、いつもとまた一風変わった放送をしてまいりたいと思っております。はい、NPO 法人マイフェイスマイスタイルがお送りするノンストップ生放送番組ひろこビッチの穴スタートです。もうマイフェイスマイスタイル解散だよ。そんなギャンブルしちゃうの？僕の頭を殴ったんだよ。なんでなの今の。皆さんこんばんは。あざ、やけど、傷、アルビノ、脱毛症、眼瞼下垂、血管腫、白斑など顔や体に先天的だったり後天的だったり見た目の症状を持つ皆さんへもう少し楽に生きるためのメッセージをお届けするNPO 法人マイフェイスマイスタイルのノンストップ生放送番組ひろこビッチの穴2月29日ボリューム51のお相手は雪が降ったねーひろこビッチとがひろこと髪を切ったねーアルビノエンターテイナーカズヤコウジとそして金子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金子さんどうぞよろしくお願いします。の3人でお届けしたいと思います。寒いね。寒いね。いやー寒い。雪降ったからね。はい。いやーよかったよ。よかったよ。アジアのマリ。よかったよ。うん。昨日とか一昨日とかちょっと外出したりもしたので、はい。いやー今日でよかったなと思って雪降ったの。一日ずれしたら私やだなって今日の朝思ったので、よかったよっていう話でした。はい。ん？そうですね、はい、いいですよ。今日なんか私たち噛み合ってないね。大丈夫？いや、噛み合ってはいますね。私今日、すっごい朝早起きしたの。なんでですか？昨日の夜早く寝たから。昨日の夜さ、7時とかに寝ちゃったの。うん。そして朝今日起きたら4時半とかだった。おばあちゃんみたいだね。そうそうそう、さすがにはって目覚めて今何時だろうとか思ったら4時半とかで、うん、もう一眠りしようと思ったんだけど、うん、まあね、夜早く寝ちゃったもんだからもう一眠りもできなくて、うん、おばあちゃんみたいだね。ほいで、でも寒いからベッドから出るの嫌で、うん、それでもね、粘って6時ぐらい、うん、起きたよ。
僕ね、昨日の夜ね、すっごい眠れなくて朝6時ぐらいまで全然眠れなくてね、でも本当に雪が降ってるっていうのをちゃんと確認してから、うん、寝るぐらいの朝寝でしたね。じゃあ今日本当バトンタッチだよ。だってもう起きて、あ雪だなんて、私がまだ目が覚めた頃ってなんていうの、積もっちゃいないから全然、はい、さーってこう雪なんだか雨なんだかみたいな、うん、そんな状態だったからさ、うん、それを確認して寝たんでしょ。私起きて確認したぐらいな感じだもんね。そうそうそう、ね、本当に金子さんはどういうポジションでここに加わってくればいいんですか今日は。いやいや、オープニングトークは起きた時にはじゃあもう寝気はやんでただんだん起きる時間がずれていく感じね。まあまあそんな今日一日の始まりみたいな感じですよ。はい、今日私ちょっとほら朝早く起きたからテンションがいつもと若干違うの、うん、それで絡みづらいかもしれないよ今日はね。ああ道理でだって昨日の今頃もう寝てたわけだからさ。じゃあ外国旅行とか行った時のみたいな感じですか。時差ボケ時差ボケ、時差ボケどうかな、そうかもしれません。まあでも本当にね、うん、あの寝るぐらいしかもう心の安息を取れないぐらいの毎日を過ごしていらっしゃるんでしょう。とかひろこさん、もう2月も今日で終わりですから、明日から3月ということで、そうなの、12月12日の結婚宣言から、あもうあもう10ヶ月ないっていうことですからね。10ヶ月もないの？マジで？でも大丈夫。この間とりあえず手付けは手付け？手付け金か何か払ってきた。手付けてきたんだこの間。この間ちょっと指先ぐらいは触れておいたからさ、うん、それがうまくいくかどうか分かんないけどね、うん、だからうまく今日にみんな祈っておいてください。そういうところでいいかな、はい、まあバッグの山が消えたのは大人の事情なので突っ込まないでください、はい、別に送付は終わってません終わってません。いろんな大人の事情でここから場所を移しました。以上です。今日はオープニングが長くなっちゃったんでね、ごめんなさい、じゃあそろそろ本題に入りましょう。だから今回もね、うん、またいつも見た目問題についてがっぷり四つでお送りする配信なので、うん、まあ、いつも真面目なんですけど、うん、今回に関してもまたしっかりと、うん、今回はねアカデミックにお送りする回になると思うんでね、非常に硬いですよ、あの言葉を選んでお話をしなきゃいけないことが結構たくさんあるので、そう落ち着いてやっていきたいと思いますね。あでも、はい、一部の方はよくご存知だと思うんですけど、私このうちで出しております見た目問題総合情報誌マイフェイス、この中で個人的にすごく力を入れているコーナーがこの見た目問題ヒストリーです。チーフやあなたからどうなのっていう顔をされながらも、ちょっと失礼だな言葉を選んでお送りしてくださいって今言ったばっかりじゃないですか、はい、私が毎回どうなのなんて全然そんなこと思ってないです。難しいっていう顔をしているだけでなるほどなるほど、別に書くことの意義とかはちゃんと分かって、そうですね、そうですね、僕もチーフもちゃんと編集に携わっているので、そこは反対されたことありません、はい、どうなのなんて言ってません毎回難しいっていう顔をされながらも私が連載をしつこく務めております見た目問題ヒストリー、ここは正直私の個人的な関心の強いものを今のところ載せております。その中でこの006こちらですね、はい、こちらのヒストリーの方で取り上げましたこちらです羽見優勝、うん、なかなか画面上でね伝えるのは難しい感じになってます、はい、なので、まあ、006をご覧になった読者の方はある程度の知識はあると思いますが、はい、残念ながらユーストをご覧の皆さん全てがこれを読んでいるわけではないと思いますので、ここポイントですよ、見てる皆さんも買ってね。なのでこの金見優勝事件について簡単におさらいをさせていただきたいと思います、はい、よろしいですか加瀬谷さん。金見油の症状と書いて金見優勝ですね、はい、そうですね、はい、金見優勝事件です。まあウィキペディアでもググればすぐ出てきます。社会問題というか公害問題としては非常に大きな問題なので、インターネットとかで検索をかければたくさん出てくる問題ではありますが、まあ、簡単に言いますと今からだいたい40年くらい前に、
カネミライスオイルっていう植物性の食用油がありまして、カネミライスオイル、カネミライスオイル、はい、でその中に、これ難しくて覚えられないんですけども、うん、ポリ塩化ビフェニエ、ビフェニル、あの、まあ、PCB で、PCB と言われているものとダイオキシン類が、まあ、混入してしまって、でそれを油を使った皆さんが、に被害が出たという食品公害事件ですね。はい、はいはい、簡単に言っちゃうとそういう事件です。はい、福岡県を中心とした西日本一帯の健康被害事件って書いてありますね。はい、はい、で、まあ、カネミ、そのカネミライスオイルを発売された時は、実際に私もこう、あの、いろいろ書籍とかで広告を見ましたけれども、美容と健康にいいっていうような歌い文句で、まあ、カネミライスオイルっていうのが売り出されていたわけですよ。うん、で当然皆さんそれを、まあ、今でもよくあるじゃないですか、美容にいいとか健康にいい食品とかって言って、まあ、そうやって売っていたものなので、ね、健康食品みたいに呼ばれるものありますね、はい、何の疑いもなく普通にあの食事の時の料理に使ったわけですよ。天ぷら揚げたりとか炒め物したりとかっていう、まあ、食用油ですからね、はい、そうですね、使いますよね、はい、普通に私たちが油を使って料理をするのと同じように、その油を使った人たちに引き起こされた食品公害事件です。まあ、あの今言われたように、ね、あの、はい、まあ、あの特にあの、まあ、だから今という健康食品の先駆けみたいな感じで、まあ、あの、その事件発覚したのは1968年なんですけども、はい、68年私の生まれた翌年ですね。生まれた年の、いや、あの、とまあそれは聞いてないです、はい、年齢がいくらか全然関係ないですよ、はい、その頃にあの、はい、生まれた、そこに起こった事件ということで、はいはい、まあ、まさにあの高度経済成長のですね、まあ、全くだって起こった、まあ、あの食品公害事件ということで、はい、あの当時届けてた人だけでもあの1万4000人が、うん、あのその1968年10月にあの朝日新聞などで報道されたんですけども、その子は食べたということで、あの私も被害者じゃないかということで、あの保健所に、まあ、などに届けてた、うん、当時届けてた人だけでも、はい、あの1万4000人の人が届けてたということで、うん、だから、まあ、あの実際はどのくらいの被害、いや実際はだからその届けてなかった人もいるんですね。というのはなかなか届けててもその中でもあの一部の人しか認定されなかった、うん、あのそういうことか、届けてても認定されないとか、あの逆に届けてたことであの逆に帰ってサービスを受けるとか、うん、そういう人もいて、あのだから実際には実際の数字は本当どれくらいだったのかっていうのは分からないんですけど、まあ、もしかしたら何万人規模の、人たちが、はいはい、いたんじゃないかというふうに言われてますね。ますよね、はい、でその、まあ、それをそのうちのね見た目問題がやってる、まあ、マイフェイスで取り上げたのは、その症状が本当はその内臓とかの方の症状もたくさん実はあるんですけども、外見の症状も非常にはっきりとした表情、あの症状が出るようなもので、結局そのダイオキシン類を直接食べちゃったっていうような事件なんですけど、それによって特に一番最初にバッと症状として出たのが、全身にその吹き出物がものすごく出たと。でそれも何ですか、出て1回治るとかじゃなくて、もう出て次から次とこう、それが一旦治りかけてはまた出るみたいな感じで、とにかく吹き出物がすごかったっていうことが非常に特徴的だったんですよね、はい、でそこがすごく特徴的だったがゆえに、逆にそこにこうあの症状を見るのが集中してしまって、その症状が出ないでその内部の疾患の方の症状しかなかなか現れなかった人が認定されづらかったみたいな問題も引き起こしちゃったんですよ、はい、だからちょっと複雑なんですけど、だからそうですね、ちょっとあの難しいんですけど、難しいんですけど、まあ、見た目問題とか、はい、あのだから当時は本当にその、まあ、ニキビとか、はい、あの吹き出物ということで、あのあと皮膚があの色素沈着ってあの黒くなって、はいはいはい、あの当時あの皮膚が黒い赤ちゃんが生まれたということで、あの
それ黒い赤ちゃんみたいに、まあ、ちょっと黒い赤ちゃんって言い方自体があのちょっとあの問題あると思うんですけども、まあ、そうですね、鍵括弧表記で黒い赤ちゃんっていう表記がされてたりしますよね。まあ、ただ当時はあの、ちょっと人権多分、はい、あの報道の方もそういう今と人権感覚もちょっと違うんで、はいはい、あの当時は黒い赤ちゃんってかなり、はい、あのそういう抱えたりして、あのそれであのまああのやっぱり一番目立つのがあのそういう皮膚症状だった皮膚症状だったわけで、はい、逆にそういうのですごい騒がれて、それであのまあ新聞なんかも黒い赤ちゃんが生まれたみたいなことを、うん、あのちょっとセンセーショナルな感じで、センセーショナル感じでかなり取り上げて、でも逆にそういうことがあったんで、あの さっきも言ったんですけども、あのその被害あの被害者で会えなかった時に出なかった人が言っていたっていうのは、逆にあまり先生だけ騒がれたから、あの帰ってくるに届けてたら差別受けるし、それであのそれでその中で逆にそういう症状、皮膚症状が目立つから、あの皮膚症状自体は顔とかにそんなに出てなかったり、軽い人って言うんですよ。ところがその人はあの実際には軽かったのかっていうと、あのその最初は良かったのかもしれないんですけども、うんうんうん、あの逆にその皮膚症状が、まあ、重い人もであの本当に、うん、あの深刻な人ももちろんいるんですけども、はい、皮膚症状はそんなに出なかったんだけども、逆にそれが内臓にあの長い年月で会うとあの 10年とか20年とかなって、うん、あのいいようなあのう、ね、まあ、肝機能障害とか、はいはい、あとまあ、あの一番ひどい場合はがん、まあ、肝炎までいたんですが、あのか、まあ、肝臓がんで亡くなっている人もいるんですけども、はい、あのまあ、そういうふうなあの人たちもあのいたわけですけども、あのさっき言ったように逆に皮膚症状があんまり騒がれただけに、うん、その金目症は皮膚症状のものだって、うん、それすごいニキビとか顔中にニキビとか吹き出物のあれだっていうことで、だから逆にそういう見た まさに見た目問題っていうか、うん、そういうことで騒がれたかゆえに、あの逆にそうでない人たちの被害が、うん、あの届けてなかったりとか、うん、あるいはその届けててもあのその要するにあの国が設けたその、うんうんうん、国っていうか、まあ、厚生省の設けたその診断基準っていうもの自体が、うん、あの皮膚症状に引っ張られすぎちゃった、皮膚症状っていうのは、うん、あのまあ、皮膚科の先生がその、うん、あの厚生省で作ったその研究班の班長もあの皮膚科の先生だし、うん、その皮膚症状中心 その診断基準というのが最初作られて、うん、あのマスコミもそういうふうに騒いでて、はい、だから逆にあのその皮膚症状以外のうん、人たちがあの花粉症状が出てない人なんかは日程が外されちゃったりとかっていう問題もあったりするんですね。そうですね、だから、うん、あのその仮に保健所に届けててもあのその皮膚症状目立たないかに認定却下されたりとかいう人も随分いて、うん、まあそれだったらあの最初からあの、うん、なんていうかまあそうですね、最初からそういう差別受けるだけだったら、ね、あの行かない方がいいみたいなになって動いてしまったという非常にまあ深刻な、はい、あのまあ、事件なんですけども、まあ、あの戦後最大規模 あの日本では戦後最大規模 あの職員公開事件って言われてますね、はい、でちょっと今ツイートにも上がってますけど、そうです、こういう黒い赤ちゃんっていう本もありましたし、この言い方によってはこうやってコーラベイビーですね、コーラベイビーっていうのは、まあ、それはちょっと、はい、あのっと英語で言うとコーラベイビーって、はい、それもちょっとだからちょっと忘れ方自体がまたあれなんですけど、はい、けど、まあ、それぐらいその見た目がすごくセンセーショナルに、まあ、取り上げられた、やっぱりそれが目立つっていうことで一番最初取り上げられたので、それもそのそれが実はその映るとかその伝染するっていうような映るとかっていうような意味でも最初差別とかそういった問題が引き起こされたりとか、だからその見た目に症状がはっきり出てしまったがゆえに逆にいろんな問題がその食品公害だけじゃなくていろんな問題がそこに付随して引き起こされた問題でもあったりすると思うんですよ。まああの感染症ではなくて映るっていうこと
まあ、うつるとはいうふうには思えてなかったかもしれないですけど、あ、はいはい、ただあのそれでもあのそのさっき言ったようにあの PCB とそのダイオキシン類とのダイオキシン類とかあの混入したというふうに言ったんですけど、あのダイオキシン類については事件発生当時にはまだ分かってなくて、あ、そうですね、あの事件から7年後ぐらいかな、あのその、その九州大学の研究者の人がそういうことを、はいはい、突き止めたっていうのなんで、なんか、まあ、そういうちょっと原因が、まあ、PCB 類っていうのははっきりして食用油が原因だっていうことはあの割と早い段階ではっきりしたので、もちろん最初はあの、最初発生した時はもしかしたら伝染病みたいなこともちょっとあったんですけど、そうではないっていうことはあの割と早めに早く分かったんで、はい、だからそんなにあの、まあ、うつうっていうことは思えなかったけども、うんうんうん、ただそういう、あの、まあ、あの原因っていうか、あの、まあ、そういう化学物質をそういう PCB をそういう摂取するということ自体が、あの要するにあの未だかってないような、はいはいはい、ある意味話であるわけですから、はい、そもそもあのそういう化学物質とかあの、まあ、今もだから放射能とかさ入ってるんですけど、あの要するにあの本当にどういうことになるかっていうのはあの医者もちょっと未知のところがあるわけです。だからあの必ずこういう症状が出るっていうことが分かんなくて、だからあのだからそういう問題もあって、だからそれだからさっき届けてなかったっていうのは食べたけども、あの、うん、まあそんなちょっと食べただけであのそんな症状、そんなそれがあのすごい長い健康被害にはならないんじゃないかみたいに、まあ、思ってたし、あの医者に行っても医者側も例えばあのそういうあのかかりつけのそういう医者に行っても、うん、あのまあ、そんなにあの気にしなくて大丈夫だよみたいに言われたとか、そういうことも多分あったんだと思うので。それこそすごい何年間もその油を使ってたわけじゃないんですよ ね。期間的にはすごく短い期間、ね、まあそれもちょっといろんなあのパターンがあるんで、そのあの、いつからあのその購入してたのかとか、そういう時期とかもあの感染が生んでたか、もしかしたら何年間もあったかもしれないですけども。なるほどね。でも本当に普通に要はそれこそ特殊なものではなくて、そうですね、本当にお店で売っていたものを使って食事を作って、それを食べた人たちに結局そういう食品公害事件が引き起こされたっていうこと で、まあ、それだけでももう問題として非常に大きい問題だと思うんですけど、まあ、やっぱり私が一番そういった意味ですごく注目をしたのは、それが例えば本当に内部だけ あの障害だったり、まあ、そういったいろんな病気を引き起こすとかっていう中の問題だけだったら、こんなにその一番最初の段階でもあのなかなかそういった見た目にこうやっぱ引きずられるっていうことがなく、はい、もっと違う解決策が出たかもしれないのに、そうですね、その最初にやっぱり見た目にものすごくインパクトがあって、でそこがセンセーショナルに取り上げられたっていうことがさらに問題をこう複雑化したじゃないかって思ったんですよね。だからそれだけなんかこうみんなが見た目に現れる症状っていうものに、そのなんて言うんでしょう、一般の人たちがセンセーショナルにそこをこう怖がるというか、やっぱりそういう対象として考えるっていう問題で、その見た目問題っていう枠の中でも非常に大きな問題じゃないかなっていうふうには思ったんですね、はいはい、あもちろんそこだけではないんですけど、そうですね、だからそういうあの逆に言うとそういう見た目の問題っていうのかなんで、はい、まあそれと本当に化学物質、そういう化学物質をがどういう影響を与えるかっていうのが要するに未知で分かんないっていう、本当に医者にとっても未知のこと、うん、ことだし、だからどうなるか分からないっていうことで、あのそういう問題も絡んで、逆にあの、まあ、あのなかなかあのそれであの 今でもまあ40年経つわけですけども、うん、あのまあ、いよいよ裁判とかもあったんですけども、うん、あのいまだにあの、まあ、水俣病もそうなんですけども、いまだにあのちょっと
解決しなかったりとか、それでまああのその当時はあのだからまあもちろんその深刻な被害者とか騒がれたんですけど、まあ10年ぐらい経てばあのそういうのは解決するんじゃないかという被害症状とかなくなって、というふうに思われてたんだけど、そうじゃなくてその被害症状が軽くなってもなった人でもこっと内臓にどんどん回ったりとか、それであのそういう人がいて、それであのあの今だとあのまた次のあの子供とか孫とか次の世代にもやっぱり体が弱いとかあのそういう影響じゃないかっていうふうにあのことも言われてるんです。ただそのそれもあの、まあ、医学的にははっきりしないところがあるんですけども、まあ、だからそういうあの、まあ、非常には難しいちょっと複雑な背景がある問題ですけども、だからそのちょっと見た目問題とは多少外れるんですけど、私がなんかなんだろう、ああこの問題すなんて言うんだろうな、大変だなって思ったのが、女性でその要は直接接種をした人が要は体内にその蓄積をしていて、それが例えば妊娠とかした時に胎児にこう影響を与えてしまって、でなおかつその胎児にその毒が逆に言うと胎児の側に移った分、お母さんの方が症状が軽くなるんっていう、はい、出ていますよね。それはだから僕もあのそういう話あの、まあ、聞いてるですよね。だから、はい、子供にただ単にこうあの遺伝とかっていうのとはまたちょっと違って、はい、子供に毒がこう移っていってその分母親の方が軽くなっちゃうっていうのが、はいはい、その母親として多分ものすごく泣きたくなっちゃうね。でしょ、そういう問題だなって思って、すごく根が深いというか、問題としてすごく深刻だなっていうふうには思ったんですよ。はい、まあそれはあの、というか全然自己紹介とかないですけど、あの、まあ、全然今日自己紹介飛ばしてましたね、そういえば。あの、はい、私はあの、まあ、そういうカネミー賞のそういうのをあのまあ、ドキュメンタリーで、うん、あの記録してるものなんですけども、はいはいはい、まあその、そういうあの僕のそのドキュメンタリーの中でもあのそういうインタビューが出てくるで、お母さんに話聞いて、あの、まあ、今やっとお母さんが言われたようにあの、はいはいはい、あの子供が生まれてあのあの自分の体がかあの少し表情が軽くなったように、うん、逆にあの そのことが、まああのまあ、お母さんに とってみれば普通にあの市販されている、うん、あのアバを買ってきてあのそれで、それで、まあ、添付はないなりあげてだけ、うん、使っただけなんですが、もちろん全く責任ないんですけども、うん、ただそういうのことで逆にあのお母さんとしては、まあ、自分で用意してで家族がそういう被害に遭ったっていうことで、やっぱりそういうことに悩んでたりとか、それであのその今言われたあの、その生まれたっていうのはあの1968年のことで、その3年後ぐらいにあの、僕があの取材している映画の中で出てくる中内さんってあの今言われたのは中内さんのお母さんの話なんですけども、それで生まれたあの中内浩一君っていうのが、まあ、実はあのそのあの後進後抗外エスで生まれてきたんですよね。だから、まあ、後進後抗外エスあのもちろんあの先天的なものもあるかと思うんですけども、あの後進後抗あの浩一君の場合はあの多分そのカネミアブアのそれが関わ、うん、後進後抗外エスで生まれたと関わりがあるんじゃないかと、うん、あのそれはあの中内さんの、まあ、親子はあのずっとそう思ってるんですが、うん、ただあのそれは 国はいまだにあの、中内 お母さんの方はあのカネミー賞の被害者で認定して認めてるんですけども、その浩一君の方は浩一君がその後進後抗外エスを巻いて、あのあの今ではそういうタイプ後進後抗外エスの症状を克服して、うん、あの今で立派に成人しているんですけども、あのそういうこともあのカネミー賞の影響じゃないかって言って、浩一君 自身もあのその3年後に生まれた浩一君もあの被害者じゃないかという、あのそれはあの訴えてるんですけども、うんうんうん、それであの毎年あの、その、まあ、
国と県で行っている、うん、その県あのその認定数あの検診とかも受けに行ってるんだけど、うん、未だにあの、まあ、認定されない、うん、あの未認定 の, あ の, その小石君の症状それは関連未認証と、うん、関連あるかどうかは未だに認めないっていう、まあ、結局そのダイオキシン類を直接食べたなんていうのが、うんその前もないしその後もないので人類初のって書いてありますよね、はい、でその後もないから、ね、結局、結局分かんないってことですよねぶっちゃけちゃえばまあまあその後っていうことだとあの、まあ、台湾で10年後ぐらいに同じ台湾優勝っていうのが起こってるんですけどあそうなんです、ね、あの世界的に言うと、まあ、日本ではですねまあそんなまあカネミ優勝事件なのでそのまあ見た目問題的にももちろん私はすごく注目はしたんですけどもそ、ねまあ、その食品公害事件としてもすごく重要な問題だとは思いますがす、ね、これが発生したのがだから40年ぐらい前なのに結局それが、はいある意味その原因もはっきりしてるしそのカネミライスオイルを食べたっていうことも、ねまあ、あのまあ、その症状がカネミ症のものかどうかっていうことの意味での特定っていうのはされてないですけども、はいはいはい、ただそのそれを食べたがゆえになったんだろうっていう意味での原因っていうのは分かってますしそのまあいわゆる加害企業っていうのももうはっきりしている問題なのに、はい、結局それがそのじゃあちゃんと救済措置として40年も昔の話なのに、うんうんその後きちんとした救済措置が取られてないっていうのもすごく大きい問題だと思ってていまだに揉めるっていうこと自体が、うんまあ、おかしいだろうとは思ってはいますけれども、うんまあ、実際には揉めてるというか全然救済措置が進んでないっていうのが事実なの で、まあ、この治療法が明確にないっていうのも含めて、うん、救済っていう方法もちょっと考えちゃいますよね。それであの、まあ、あの治療法っていうか、まあ、症状は本当にあのまあ、さっき言われたように見た目 の, あのそういうニキビとかそういう特徴的なものは見た目であるんですけどもただその後内臓に行くとどういう症状が出るかっていうのは本当に結構いろんな症状があってものすごくあの人によって違うんですよね。だからさっきの例えばあのその中小池君みたいに高進行回数生まれたっていうのもじゃあ他の赤ちゃんもそうだっていうわけじゃないんで、うん、あのだからそういう意味ではあのその高進行回数が高進行回数ということ自体が、まあ、あの一種の、まあ、障害者の問題、うんまあまあ、まさに見た目問題だと思うんですけどもただそれが直接原因してるかどうかは今のところ分からないっていう、ねうん、それが、まあ、特定することは確かに難しいところあるんですけども、うん、私が本当にちょっと取材というか調べただけでも、結局その内臓疾患、まあ、深刻なんですけど、そのこのまあマイフェイスに書きましたけど肝臓、腎臓、心臓、胆の、はいはい、脾臓、肺、胃腸などの病気が多くてまあ、がんを発症した人も大勢いて、はいはい、で女性の場合はもう流産、出産異常、生理異常、子宮内膜症、子宮がん、乳がん、卵巣がんなど、はい、男性の場合はもう前立腺肥大、前立腺がん、精子減少、はいはい、その他全身の痛み、神経痛、関節痛、骨の変形、腰痛、歯茎の化膿、永久歯の早期喪失、はい、耳鳴り、高熱、めまい、痙攣ってもう、はいはいありとあらゆる症状みたいなものがもう出てくるって言われてるぐらい、はい、その本当に症状としては深刻なものなんですよ ね、まあ、ただそれがあのどれだけカネミ症実際関係あるのか分からないんですけども、うん、ただその一つの特徴としてあるのはあの、どの人に聞いてもその被害者に聞くとあの症状一つだけじゃないんですよね。そういう今言った中 の、 あの3つとか4つとか、うん、そういうのが複数出てたりとかあと例えばがんになる場合もあのがんがどっかに転移したっていうんじゃなくて、うん、あの1箇所にがんができたら別のところでまたがんができるとかそういう転移したっていうのとは違うんですよ。同時併発的にできるとかあのだからそういうふうな、うんあのまあ、だから やっぱりあの一種の水俣病の場合もそういう言い方してくる、まあ、全身症状っていうことになっちゃうと思うんですけど、うん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 、結局そういうものを食べたからだからそれがどういう症状に出るか分かんないけどもただそういう
数の症状が出てるっていうのは特徴的で、それでまあさっき言ったそのあのまあ更新後回数の場合はもちろん先天的なものもあるし、うん、あのそういうカネミ症の因果関係って確かわかわはっきりは言えないんですけども、ただそのあの実はその中内浩一君がその小学生の時にあの東京医科歯科大学に、のあのの伊藤節子先生っていうあのその、口腔外科の、あの更新後回数のその学会なんかではあの結構有名な先生らしいんですけども、あの県にあるあのそういう専門医のところに通ってて、そのあのまあ金見所っていうその更新後回数のあれで小学生の時から通ってて、その伊藤先生っていう今はあの病院の方は退職されて、あの、今あの徳島にいるんですけども、その先生にもあのお会いして話あの聞いたことあるんですけども、その先生に聞いてもあの、まあ、あのその金見症のそういうそういうのが影響してあの胎児が更新後回数で生まれる、そういうことは十分可能性として考えられるってやっぱ言ってて、あのそういうことはあのあの因果関係としてそういうことがあった、そういうことがあはあの十分あり得るし、あのそれは考えられるということはおっしゃってましたね。だから、まあ、だから やっぱりあの関連あるんじゃないかなというふうに考えてます。まあでもまあ、まあ、本当に、まあ、本当に複雑でなおかつ深刻 で救済もなかなか進まないという意味でもすごく本当は重大な事件なんですけど、まあ、これは別に見た目問題だけに限っていることじゃないんですけど、そういう問題がなんていうんですか、ある意味その風化してしまうというか、そのある遠い昔の話で現在そういう人たちが全くいないっていうんだったらまだしも、まだまだ被害に遭った人たちがたくさん大勢いて辛い苦しい思いをされているにもかかわらず問題としてもう風化をしてしまっているようなところがあるっていうのもすごく問題だと思うので、私としても金見症事件っていうのは取り上げていきたいと思ったので、まあ、見た目問題だけじゃないんですけど、そういったいろんな深刻な問題とか複雑な問題が絡んでいる問題としてやっぱり皆さんにも知っておいてほしいなというふうには思っています。うん、はい、はい、今日はいつになく深刻な話を進めておりますが、でも私はそういうところにも、はい、あのこの見た目問題っていう視点からやっぱ切り込んでいきたいなとはずっと思っているので、はい、金井見症事件もその中の一つとして取り上げたいです ですね、まあ、その40数年前の当時金見油を口にした人たちの子供孫に関しては、はい、今まさに生きている世代ですから そうですね、そういった意味では全く風化していないはずなんですけど、まあその実際逆の意味で言えば、うん、原因がはっきりしていることであれば今後同様のことを起こさないっていう意味での意識は生まれるんですよね。だけど、うん、その確かに同じ工場とか同じ会社からは出ないかもしれないですけど、品物が変わるとか、なんていうんですかね、機械が変わるとかって意味では似たようなことがまた引き起こされたりするわけじゃないですか。うん、そうですね。なのでそういう意味ではなんかこうこの反省が生かされないというか、まあ、よく言われることですけどね、繰り返したりもすることなので、やっぱり忘れちゃいけない問題だとは思います。そうですね。というそんな金見優勝事件なんですが、はい、ずっとそういえば自己紹介をきちんとしないまんま、ここまで。ところで金子さんはその金見優勝事件にどう関わっているのかに関してずっと言わずにここまで来ちゃいましたが、しっかりゆっくり聞いていれば、まあ、こういうことなのかなって推測はできたかもしれないですけど、見た人が想像してくれる、はい、いやちゃんと説明してる。そうなんです。みんなの推測だけで番組進めてたら大変なことになっちゃいますから。まあ、この情報誌の中でもちょっと少しこうご紹介をしましたけども、ここ映ってるかな、この映りましたか、映りましたね。ここであの紹介をしていますが、ドキュメンタリー金見優勝のドキュメンタリー映画食卓の肖像という、食卓の肖像、言えてましたよ、はい、っていう作品を
取った方です、はい、今ここで紹介しましたメガネミユ賞事件のドキュメンタリー映画を撮った方が本日のゲストの金子さんです。はい、ゲストのご紹介を今したっていうね。はい、でも金子さん自身は金見優勝事件とそういう意味では直接関係があるわけじゃないんですよね。あの、まあ、当事者ではないですけどね、うん、ですよね、まあ、そういう金見優勝事件のドキュメンタリーを撮った方、はい、っていうことですよね。だからあのどっちかというとあの普段はだからその金見優勝の人の話を、まあ、聞いてるからなんで今日はゲストで機会がいます、はい、あ、いつもはみんなから話を聞く側ってことですね。はい、あの逆にそういうことを聞いてあの、まあ、あのそういうのをあのそういう被害を浮かび上がらせて、まあこういう作品に、うんうんうん、ドキュメンタリーの、 あの実製作ですけども、うんうんうん、作品にしてあの、まあ、上映会などもやってる、はい、でその上映会が、まあ後でちょっとまた告知したいと思うんですが前何でしたっけ、MFMS マガジン、メールマガジンの方にもちょっと書きましたけれども3月の24日に、はい、その金見優勝のこのドキュメンタリーの食卓の肖像の上映会があります。杉並区荻窪ですね、荻窪駅南口徒歩8分のところにあるカフェフォール with you というところで上映会があります。うちの方にもその上映会の情報をサイトの方にもアップしてありますので、はい、まあそういった金見優勝についてのドキュメンタリー映画なのでぜひお時間とかある方は行ってください。いい、とてもあのないい作品っていう言い方はちょっとおかしいと思うんですけど、はい、その被害に遭われた人たちのまあ本当に証言っていうかそういったものがメインとして作られている映画なので、はい、なんていうんですかね、切り口がそのなんかこう難しい医学的な難しい話っていうよりかは本当に被害に遭われた人たちがどう思ってその後どう暮らしているのかっていうような映画になってますの です、ね、ぜひお時間のある方はぜひ、まあ、被害の話、まあ、被害だけじゃなくて、うんうん、まあ、そういう被害があった人がどういうふうにあの、まあ、ちょっと被害自体は本当に深刻なもんなんでそのそれだけだと、まあ、暗い話なんですけども、まあ、それ中であの夜の越えて生きてる、あのそれであの先ほど言ったその甲子園国会ですの中内浩一君っていうのはあの、まあ、高知の人なんですけども、うんうんうん、実は彼もこの3月24日にあの上京してきます、はい、上映会に、上映会にあのわざわざあの高知からあのそれもあのあの本来あのこっちがお金を出さないといけないというのはあの自腹で、まあ、自腹で被害者自身が駆けつけてくれるというなるほどすごい人道ですねあのそれもあのちょっとあの、はい、そういう、あの、うん、そういう上映会にわざわざちょっと自腹でやるのはここ苦しいと言ったんですけどもあの被害者自身いやあの僕もあのぜひあの上映会でいやだからあの先ほど言ったんですけど、まあ、会はあの去年もあのその国に申請やっぱり未認定でやっぱそういう自分のことをなんかいろんな人に会ってあの訴えたいっていうなんかそういう気分だっていうこともあるあ伝えたい思いがあるから足を運ぶのは問わないと、ね、あの東京までそれであのそれでですねあのあともう一つあの実は彼はあのそれはちょっと僕の映画の中に出てくるんですけどもうあの飛行機が飛行機に乗ることが実は趣味なんですよああそうなんですねいやそれがあのまた先ほど言ったようにあのその甲子園公開室の地方にあのとその小学生の時からその東京医科歯科大学にその通ったりあのあとはあの阪大ですか関西の阪大にあの通ったりとかあのしてたんですけどもあの最初はだからその親子であの、そのお母さんとお母さんに連れ合いてもちろん行ってたんですけども、うん、ただそのなかなかその親子でその飛行機代っていうのは旅費がかかるということでその日なんかあの空港まではだから親が送り迎え行ってあの高知空港ですねあのそこからはあの飛行機であの行ってあの一応けどもあの浩一君が一人でも行くと
あのそういうことにだんだんなっていったんですね。それであの東京とか大阪とかの病院に小池君は一人で行って、あの一人で帰ってきて、うんうんうん、帰ってくるというそういうことを繰り返して、あの最初はなんかあの、まあ、まだ小学生の高学年ってあの、まあ、あのすごい不安を感じてたんだけど、だけどだんだんなんかそれで今度飛行機の方に興味が湧いてきてあのそれであのそのそれであのそれでその会の場合すごいのはそれで飛行機に興味間に合って、それ飛行機雑誌とか買うようになって、はい、それでいろんな飛行機の写真とか載ってますよね、うん、そういうのに興味あって、それで写真を撮り始めたんですよ。それであの飛行機の写真のその飛行機雑誌のそのそれに投稿とかしたら、それがなんか入選して、それであのそれで入選のその景品っていうのでまたカメラがカメラが当たって、それでそしたらもうまたどんどんハマってって、だからあのそういう飛行機のあの写真を撮ることがあの趣味という、それがあのそういうだから、あの甲子公開室の病気であのその高知とか大阪に小学生の時から一人で通ってたということが、それがきっかけになって、ついに飛行機マニアで、あの今でもあの飛行機で写真を撮る。だからそういう意味ではあの普通の人だったらジバーであの飛行機乗って飛行機代かかる人も多いけども、いや彼の場合はあのそれに付随してまあ、飛行機乗ってあのそうだのただ高知空港でも通るし、あの置いてからもまああの羽田空港で写真が撮れるということが自体が喜びなんで、あのだから電車で言うと乗り鉄撮り鉄みたいな、そうですね、でそれのついでに仕事してきちゃうみたいな、そう趣味のついでに行くみたいな、あの上帰るなら行きますみたいな、いやだからそういう意味ではあのそれであのいよいよ会に聞いたら、あの、まあ、そこまではちょっと僕の映画に出てないですけども、まあ、あの非常にだから空港では例えば羽田空港だと どこがいいスポットあの写真撮るのにいいとか、そういうスポットとかも全部知ってて、はい、それでただまあそういうのもあの今ちょっと空港が変わっちゃったんで、昔ほどなんか自由に撮れなくなったとか、なんかそういうもあのいよいよあのそういう問題もあるそうなんですけどただのオタク少年になっちゃう、でも多分いやただそれがあの会の場合すごいのは、そういう、うん、あのまさに甲子園公開室の地方で通ってた、そうそう、そのことをきっかけに、うん、だからまさにその病気で乗り越えるってことが、うん、それがまさにあのそれが趣味になっているという、そういう意味ではそれで、あの今、まあ、今あの、まあ、40近いんですけども、いま、うんうん、だにそれが趣味として続いているという、なんかそれはなんか結構すごいことだなっていう、だからある意味でその病気っていうか、そういう障害を乗り越えるってことと、うん、それとあとだからそういう趣味、自分の趣味として自己実現していくってことで、ちゃんとなんか結びついてるっていうことが、なんかそこがすごいなと思って、だから僕のその食卓の創作作品の中でも、だからまあ前半部はそういうあの、さっき被害のその深刻な話なんですけど、後半にはその回のその、その飛行機のそういう話とかもそういうのも入れてきて、あのだから逆にあのそういう前半でそういう被害の話と、あの後半ではそういう中で乗り越えている中で、まあ中地光一君の場合はそういう飛行機ということで乗り越えて、あの作品、まあその中地さんのご家族とあと他のご家族とかも出ていらっしゃって、その単純に被害とかその大変だった話だけじゃなくて、その家族、まあ食卓の肖像っていうその名前がまあ象徴しているっていうこともあると思うんですけど、その家族のなんていうんですかね、あり方とか、はい、なんかそういうところまでこう映されてるじゃないですか、はい、そこそういう意味で言ったら、本当にその別に食品公害事件じゃなくても、他のいろいろな人たちがあのなんていうんだろう、分かるっていうか、ああ家族ってそういうもんだなっていうのが、はい、すごくよく出てる作品だと思います。あ、そうですか、はい、なのでぜひ皆さんも、はい、ぜひぜひお時間のある方は、ね、なんて言って、結構もりもり、ね、こんな時間に引っ張っちゃって
後進後外列の話がたくさん出たからなのか、あの後進後外列メンバーズがすごい食いつきを見せてますけど、後進後外列について掘り下げてるわけでは別にないんですけどね、ないんですけども、ただそのあの今言ったようにあの中内浩一君の場合はその後進後外列をそういう形でまあ乗り越えたっていう、なんかその事態がなんかあの面白いみたい。いやだからあの実はだ僕自身あの要するにここで金見の、うんうんうん、被害をあのそういういまだにそういう40年前のが水獄だってことを知って、うん、まあそれを記録しようと思って、うん、あの最初は本当に金見の被害を、ま、訴えるということだけに絞って作品考えてたんですけども、うんうんうん、だんだん撮ってくるうちにそういう話を聞いていくうちに逆になんかそういうことも含めてあの、まあ、被害者一人一人のそういう、うんまあ、生き方みたいな、うん、そういうのがあのだんだん感じられてきたんで、あの自分としてはだからその金見の被害ももちろんあの世間に訴えるってことはあるんですけども、それだけじゃなくあの、そういう、まあ、中内浩一君の場合は今だけど他の、あの、そうですね、他の、今言われた方あの被害者の場合もそういうような形で、まあ、やっぱりそういうのを乗り越えたりとか、あとそういういろんなあのそういうことも含めてあの作品しようかな、はい、ということで、私がそのちょっと一コマで取り上げさせていただいたのは重本さんっていうご家族なんですけど、重本さんご家族はその、まあ、食品からそういう、ね、症状が出たということで、はいはい、その食品に今度こだわりを非常に持たれて、まあ、無添加 の, そのお菓子を作ったりとか、あと、農業お米まで作っちゃうんですよね、うん、無農薬でお米を作るとかっていう、そういったところにこうそういう広がりを見せられてる家族もいたりして、はい、でそれも本当にご家族っていうか親子でそういったものを作ったりとかっていうシーンも出てくるので、はい、その視点はなんていうの、その被害の深刻さにこうスポットを当ててるっていうことよりか、どちらかというとそのなんていう人にこうスポットが当てられてて、でその人たちのなんていうんですか、やっぱり魅力っていうか、はい、力強さとか輝きとかっていうところをこうなんていうんでしょうかね、うん、こう見た後には感じるようなもの、なるほどですね、まあ、そういうと思います、私はそう思いました。金見由相事件の事実をどうこうとかっていうよりは、それにまつわる人たちの生き方とか、うん、そこら辺にフォーカスを当ててる感じですかね、っていうふうまあですね、ぼやー、私はそう感じられた、はい、いやまあだからというか、うん、あの僕自身がだから金見世の被害を訴えるということで、うんうんうん、あの始めたんだけども、うんうんうん、ただそういう話聞いてて、あの今言った中内浩一君のその飛行機の話とか、うん、なんか、うん、そういう話になって、まあ、メーカーが買えないって話、いやだからそういう話が逆にあの取材しててもあこういう話を思う、うん、あの最初はだからその金見世の被害の話だから、まあ、こういう話を聞いておくけどこれ後でカットするかなとか思ってたんだけども、うん、あの取材してたから、うんまあ、あのそういうの話聞いてくるとあの、まあ、家に帰ってそのあの撮ってきたものとか、うん、撮影してきたものをまとめてこう出し見てみたいなんかして、やっぱりこういう話がもう言えた方が面白いかなっていう、うんまあ、そういう感じでまあ作品として、だから本当にあの最初からもうあの全部シナリオがあって、まあ、いや作ったってわけじゃなくて、まあ、まさにドキュメンタリーですから撮ってるうちにそういうのが見えてきてる、逆にあのそういうことがだんだん感じ、うん、取材しながらあのそういう広がりが見えてきたことをやって、うそういう話をむしろ言えたいなっていう膨らんでったんで、あのまあ、だからあの逆に言うとあのだから僕がそういうふうにもあのあこういう話があった方が深みがあって面白いかなと思っ多分思って思ったものっていうのは多分そういう映画を見た人も多分そういうの伝わるんじゃないかなというふうに思って、それってその撮影を進めていく中で、はい、多分その最初はその被害のことを話してくださいみたいな感じの取材が始まるだとは思うんですけど、はいはい、何回かもそうやって会ってそのお話を聞いていくうちに、はい、要は最初に思ってたのとは少し違う皆さん の, そのいろんな持ってる話みたいのに今度もすごく
そうですね、はい、豊かなというかいろんな人間性が出てくるようなお話がたくさん出てきてっていうような、なんかそれはすごくよく分かるような気がします、私もそれこそ私自身も活動に最初はん、はい、参加した頃はやっぱりこの見た目問題とかっていうことを考えて始めましたけど、だんだんたくさんいろんな人たちにお会いしていく中で、その人たちの持ってる、まあ、魅力っていうか、人間性とかこう深みとかっていうのにこうだんだん触発されていくというか、っていう感じなので多分同じような、そうですね、だからやっぱりあの最初はだから症状の話とかもちろん聞いてると思うんですけど、ただやっぱりその 病気としてというよりも、その人自身 の、うん、まあ、見た目問題でもいろんな病気があると思うんですけど、そういったってみんな違うわけですよね、うん、あのそういう人それぞれの、それはまたかあのまた病気の話からもちろん入っていくと思うんですけども、それだけでなくやっぱりその人はそういう中でどういうふうに生きていくかっていうことになるかと思うんで、だからまあそういう、そうですね、そうするとやっぱり見たいものとつながるのかもしれないですね、やっと私そうですね、私はあの作品を拝見して、ね、それがね本当に単純にただ被害だけを負ったものだったらそこまでなんとなくあんまりある意味こうそんなにシンパシーを感じなかったかもしれないんですけど、やっぱり作品を見させていただいて、その私自身の視点もそうなんですけど、やっぱその当事者の人たちの持ってる人間性とか魅力みたいなのにやっぱすごく惹かれるので、そういうのがこうなんて輝いてるというか、そういうところにどうしても惹かれちゃうので、あ、すごく作品としてもいいなっていうふうに思ったので、ね、はい、でした。そういった意味でね、はい、戸川ひろ子に関しても、うん、まあ、見た目問題が7割方趣味から始まって今こうして NPO の代表しているような人ですし、あと、まあ、映像作品もね、気に入ってっていうところもあってとは思うんですけど、すごい金見優勝ファンみたいな感じでしたね私がどんだけ興味を持ったかっていうとみたいな話をした1時間みたいになっちゃってね、今日もまた戸川博子のオタク性が披露された回みたいになりましたけどいやでも金見優勝は本当に複雑そうですね、はい、だけども非常に大きい問題なのです。はい、はいはい、分かりましたよ。そこはちゃんと伝わりましたので、はい、はい、あとは金子さんがしっかりこう伝えておきたいメッセージとかがあればしっかりもらっておいた方がいいかなと思いますけどね。分かりました、まあ、多くのこの視聴者に関しては、はい、見た目問題の当事者であったり、見た目問題に関してこう深く考えを発展させていくような人が見ているっていう、まあ、一応前提があるので、はい、そういった方々に金子さんから何かメッセージというか伝えておきたいこととかがあれば聞いておきたいかなとは思いますけど、どうですかね。いや、ちょっと難しいですねまだまあまだちょっと 僕自身は当事者ではないんで、はい、まあ、なかなかあれでなんですけども、まあ、ただそういうふうにむしろまあ、聞くカードして、まあ、その当事者の人になって、うんうん、今言った中内君だとかいろんな人の話を聞いて、うん、だからまあ、だから今言ったように、うん、そういう、まあ、その人の 病気の症状というよりも、うん、症状どういう病気の人とかっていうよりも、うん、その人がそういう病気の中でそういう抱えながらどういうふうに言ってきたか、そういう個人としてどうかなっていうことを、まあ、感じていって、うん、まあそれでまあ先にまとめたんで、やっぱり、うんうん、やっぱりそういう多分そういう、まあ、ちょっと見た目問題っていうのは、まあ、直接的には僕は今までかそんなかかってないんですけども、うんうん、多分見た目問題とかも多分そういうことにつながることがあるのかなというふうに思います。うん、なるほどですね。事件や病気を追ってったら人が見えてきたみたいなね、そうとてもドキュメンタリーを撮ってる人の醍醐味みたいなところもありますよね。そうですね、はい、人が見えてくるっていうのがなかなか本当にやってて
やりがいのあることなのかなと思いますね。はい、はい、引き取ってください。いや本当はね、ちょっと番組の後半はどうして金子さんがそもそも金見優勝事件のドキュメンタリーを撮ることになったんですかなんて聞きますねってさっきちらっと言ったんですけど、もうお時間になっちゃったのでそこは割愛させていただきます、うん、さっきちらっとそんなツイートも見えましたが、はい、そこはきっと上映会でお話をされるんじゃないかと思いますので、興味のある方はぜひ上映会で聞いてみてください。それでいいかな。まあ、また直接ガンガンね、連絡を取ってもらって、はい、いやあの本当にあの、その連絡先も書いてありますんで、はい、あのそれ読み上げちゃうの？読み上げちゃうのはちょっとあれです。ブログの方がいいんですかね？出てるんで、はい、ブログ、あれでも連絡先って確かうちの方にも載せてましたね。そちら の、はい、あのイベント情報っていうところに確かはい、載せてますので、まあ、連絡先載せてますけども、ブログも書かれてるんですね。ブログも個人的には書かれてるんですね。そうすると、そのブログに上映会のことも書かれてますね。てますけど、はい、なので、詳しいことはいろんなところで調べてみてください。出てますね、はいはい。さっきツイート上でも、マイウェスマイスタイルオフィシャルからは出しておいたので、はい、いろいろ見ていただいて。はい、で、まあ、上映会の日時は、その3月24日土曜日午後6時から。で、場所が、カフェ&ホールウィズユーという、はい、確か荻窪駅南口徒歩8分のところにある会場です。はい、で、まあ、定員が30名なので、まあ、30名でもいっぱいになってしまいますので、はい、なるべくお早めに事前にお申し込みをしてください。これ確か上映が103分なので、はい、まあ、2時間弱ですよね。まあ、6時から上映始めますので、はい、あ、6時からもスタートしちゃうんですか？はいはい、あ、そうするとオープンはちょっと前、オープンはまあ 5時半ぐらい、5時半ぐらい、5時半オープン、5時半ぐらいぐらい大体、はい、で5時半ぐらいにオープンだそうです。あ、まあ、あのカフェアントホールってあの、まあ、喫茶店とあの、うん、そのホールとあの併用して同じオーナーがやってますので、あのあのまあ、早く来てもあの喫茶店であの昼間から居座ってもらっても大丈夫かもしれないですか。行って軽くコーヒーかなんかを飲んだ後に上映会みたいなのもいい感じだと思います。もちろんあの、コーヒーの方は飲まなくてもいいですけど、ね、ただあのその飲んだ方があのそのいいかなと、あの会場の人には何かと丸く収まるから、はい、別にワントイーク制とかそういうんじゃないんですけど、ね、金子さんはちょっと早めに行ってるんですか、はい、当日は早めに行って行きたいんですけど、ただそうですね、まあ、あのただそさっき言ったその中内浩一君がこ近くっていうことで、まあ、空港までちょっとあそっかそっか向かったりとかそういうようなことはありますけども、そうですね、まあ、18時上映開始なんで、はいはい、まあ15時から16時ぐらいに小腹が空くじゃないですか、みんな一回こう入ってもらって小腹を満たしていただいて、さて見るぞって言って6時に上映開始みたいな流れで、あんま軽く軽食もできますね、はい、そうです、まあ、3月24日土曜日なので私も行きたいと思っています、はい、まあ、食卓の少女、はい、1回は拝見したんですけれども本当にいい作品なので、ぜひ私もこの上映会に参加したいと思ってますので、ご覧の皆さんもぜひお越しくださいませ。はい、はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。ということで、すでにもう時間はオーバーしましたね。誰に話しかけてるんですか。あなたに。もうそろそろ時間読みぐらいなんとかできるようになってくださいよ。時間オーバーしました。皆さん生で見てる人はお分かりでしょうけど、僕が何回かパスは送ってるんでね。ということで、本日はあとはちょいと蹴ってゴールにストーンって入れてもらえればいいだけの皆さん、本日の放送はこの辺でおしまいにしたいと思います。はい、今日もアフタートークしようと思いますので、生でご覧の皆さんはこのままアフタートークを引き続きご覧ください。録画の皆さんはこれにて今日はおしまいということで、あ、来週の告知するの忘れた。来週は3月7日ボリューム52、珍しく来週もゲストが決まっております。来週は同じくボリューム6だったかな、でご紹介したボリューム6じゃなかったかな、でご紹介したカメラマン写真家の斉藤晴道さんをゲストにお招きしたいと思っております。斉藤さんは
ご当事者ご本人ではないですけれども、まあ、見た目問題の当事者さんも、被写体として写真を撮っている写真家さんです。新進気鋭の写真家さん斉藤春道さんをゲストにお招きしたいと思っております。はい、ということで本日の放送はこれにておしまい。それでは皆さんまた来週。金子さんありがとうございました。さようなら。始めよう。おぼつかない足元で。